第27回日本レコード大賞は1985年12月31日に日本武道館で行われた27回目の日本レコード大賞である。この年から会場を帝国劇場から日本武道館に移した。第27回の大賞は中森明菜のミヤモーレ、メウアモールへに決定した。中森明菜は初の受賞。 日本テレビのスター誕生。出身歌手とアイドル歌手の受賞は第20回のピンクレディ以来7年ぶり。また、対象受賞歌手には、この回の TV 番組提供スポンサーの一社である、トヨタ自動車よりクラウン4、ドアハードトップロイヤルサルーンが、トヨタ賞として贈られた。辞典は、チェッカーズ、ジュリアに、昇進、3位は安全地帯、悲しみに、さよならであった。 対象のプレゼンターは、ロッテオリオンズの落合博光と、女優の美保純、最優秀歌唱賞のプレゼンターは、細川隆史。最優秀スター賞のプレゼンターは、加藤茶、志村健。最優秀新人賞のプレゼンターは MIE が、それぞれ担当した。それまで4年連続で司会者を務めていた、竹下恵子は、出産を控えていたため、この年は、司会を辞退。 代わって、賠償三つ子が司会に参加している。視聴率は 1P 上昇の31.4%。ありがとうございます。